サメさん、明治大学行ってみたいと思います。今日の全体像はこちら。段落は10個。タメさん、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、最初から6段落、そして空所重問題ですが15問中9問行ってみたいと思います。そして括弧2番の本文、まあいつもはこの過去問、東進ハイスクールさんからお借りしております。ただ今回は珍しく若干見にくいです。それではご了承ください。そして注意していただきたいのは設問形、空所が5つあるんですが選択肢が4つしかないんですね。ということは1つだけ自分の力で考える、空所の前後から自分でヒントを探す、そういう設問になっておりますので、そこだけ気をつけて一緒に頑張りましょう。サメさん、第1段落でございます。ここは設問にかなわないので一読だけお願いします。さあ続いて第2段落でございます。1箇所だけ注釈ついてますからね、それを踏まえて一読をお願いいたします。サメさん、問いの A でございます。この前後をお読みいただいて検討をお願いします。サメさん、これ空所の左側の just、 これとセットで使えるものがありますよね。そうです、2番のバットですよね。で、このあたりは後でまとめますので今は聞いておくだけで大丈夫です。 not just A but B、 A だけでなく B も、皆さん not only A but also B、それの応用ですよね。で、そのオンリーのところが just になっているだけでございます。ということで正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。注釈が1箇所ついてますからね、それを踏まえて一読をお願いします。さあ皆さん、先ほどの下線部に関する問題でございます。まずは設問の指示の一読をお願いします。で、この後画面を少し下にずらしますね。さあ、続いてこちらの設問の指示の一読をお願いします。さあ、この日本語を参考にしながら検討をお願いします。さあ、日本語で言うとこの教えていたですね。それがこのカッコ1番のところに該当するかと思います。そして皆さん、右側のこれですよね。今やという表現ございます。こっちが教えていたという過去。で、こちらは現在。この過去と現在の対比関係もヒントになりますよね。正解は used to ですよね。そうです。used to 不定詞。昔、うにゃうにゃでした。かつて、うにゃうにゃでした。ですが、今は、点々点。その関係性を示すのが used to v ですね。ですから、まずは、括弧1番。used が正解でよろしいかと思います。で、おそらく次に分かりやすいのは2、3飛ばして4。皆さん、うにゃうにゃ A into B となってますよね。日本語で言うとこのあたり。幸せを競争優位の源泉にする。ときたら正解は turn ですよね。turn A into B。A を B に変える。で、あとは形をどうするのかということですが、直前は how to と書いてますからね。ですから、こちらは動詞の原型で OK。よって正解は turn ということでよろしいかと思います。で、皆さん、次に分かりやすいのは多分カッコ5番ではないでしょうか。日本語は競争優位と書いてますね。ですから使う単語は compete。 あとは形をどうするのかということですが、皆さん、右側 advantage、 名詞がいますので空所には形容詞にすればいいですね。ですから compete を形容詞にすれば competitive、 これが正解で OK です。さあ、残った空欄2番と3番ですが、選択肢もこれですよね。leave と make。で、該当する日本語は生計を立てるですね。ですから、これは皆さん熟語の知識で OK です。生計を立てる make a living。で、あとは形をどうするのかということですが、皆さん、時勢は now、現在時勢。で、主語は皆さん、文頭 shown 以下ですね。そうです。三人称単数。ですから、make のところ make す。に直して makes a living。 この熟語で OK です。で、皆さん、次の段落でございます。注釈は1箇所ありますからね、それを踏まえて問いの B 検討をお願いします。さあ皆さん、今解いていただいているのは長文の問題ですが、文法問題なんかでも有名ですよね。そうです、空所の右側 that とセットで使うものですね。となってくると、選択肢の3番。So, うにゃうにゃざっと点々点。とてもうにゃうにゃなので、点々点。
いわゆる総ざっと構文ということでよろしいかと思います。ですから正解は3番ですよね。では次の段落でございます。今度は問いの C ですね。検討をお願いします。皆さん、おそらくこれは空詞の右側 Friends、 友達を目的語に取れるものですね。おそらくそれを選んでいただいていると思います。そうすると皆さん、選択肢の3番と4番ダメそうですね。広げるとか拡大する、そうです、言ってることがほぼ同じですよね。ですからどちらか一方、例えば3番を正解にしてしまうと、じゃあなぜ4番がダメなのか、逆もそうですね、4番が正解だと、じゃあなぜ3番がダメなのか、そこに矛盾が起こってしまいますので、ほぼ言ってることが同じ、そういう選択肢が並んでいるときは両方とも×、それでよろしいかと思います。そして次にダメそうなのは選択肢の1番ですよね。 Raise、 うにゃうにゃを育てる、そうです、子供だったら育てることができるでしょうが、皆さん友達ですからね、友達を育てる、じゃああなたは誰なんだって話になってしまいます。ですが選択肢の2番の Win であれば、うにゃうにゃを勝ち取る、友人を勝ち取る、まあ、つまり友人を得るという話になるんでしょうね。ですから文法的にも意味的にもバッチリでございます。よって正解は2番ということでよろしいかと思います。皆さん、続いての段落でございます。一読をお願いします。皆さん、問いの D ですね。検討をお願いします。皆さん、これは後ろのロールでつながりそうですね。役割と言われたら選択肢4番のプレイですよね。プレイやうにゃうにゃのロール、うにゃうにゃな役割を果たす、その熟語の知識の確認ということで4番が正解でよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながるものですね、まとめていきたいと思います。まずは一番上、 A だけでなく B も、これは Not only A but also B、 これが定番ですよね。ただ先ほどの説問にもあった通り、 Not just A、 そして also のところが as well、 これにも書き換えられますよね。そして二つ目、 A を B に変える、これは Turn A into B、 これでよろしいかと思います。そして整形を立てる、 Make a living、 そして後ろに that があれば総ざっと構文ではなかろうか、こういうふうに考えると正解につながりそうですよね。そしてこちら、点点点という点でうにゃいなの役割を果たす、 Play a role、 もしくは Play a part、 でもさ、このあたりは有名かと思います。あとはうにゃうにゃという点でそれを in で表しますよ、というところまで押さえておいた方が安心です。ですので、ひとまずこのあたりは次につながる可能性が極めて高いですからね、確実に押さえていただけるよう、そういう板書に書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。例えば画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸12番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。